どうもゲームプレイヤーヒデです。今日はピックアップガチャ3月編をやっていきたいと思います。ピクサーの新しい映画のキャラクターや、あるいは過去に一度しかピックアップガチャでゲットできなかったもの、これらが登場するようなので、しっかりとゲットしていきたいと思います。それでは中身を確認していきましょう。はい、こちらですね。期間が3月の15日10時59分までとなっています。そして、中身がですね、アーロが3体多いですね。ジミニーが2体、マックスが1体、ピノキオ1体、セバスチャン2体、ロック2体、サリー2体、サリー1体、ワーフ2体、パスカル1体です。なので今回僕がですね、手に入れることができるのはアーロ、ジミニー、マックス、ピノキオといったところでしょうか。では早速引いていきたいと思います。ではまず1回目です。さあお願いしますよ。一発目当たってくれよ。さあみんな、アーロは何回目に当たるでしょうか。僕はさあチケット嵐です。ただいまチケット嵐に巻き込まれております。さあアーロは何回目にゲットできるでしょうか。お、ピノキオ、ピノキオ鼻が伸びてきちゃったね。じゃあ次です。3回目。さあアーロは何回目にゲットできるか。きたー、3回目。アーロー、なぞったところを消すよ。反対側のスポットが消すよ。違う、反対側をスポットが消すよか。ちょっとわかんないね、内容だと。ダース・ベイダーな感じなのか、なんかよくわかんないから、ちょっとやってみないとわかんないね。絶対見てではどんどん引いていきますよ。残りは早送りです。というわけで残り2体となりました。なんとですね、残り2体になってこのツムたちが残ってしまっているという。やっぱりこういうのって残っちゃうんですよね。これまでもそうだったけど、悲しいよ。というわけで残り2回やっていきます。はい、どっちが出ても一緒でしょ。早く出てちょうだいよ。はい、アーロありがとうございます。さあラストはジミニー、ジミニー回ることももはやしないね。はい、こんなとこです。そしてラストショーでスキルチケットゲットしました。これで強いツムのスキルを上げていくのがいいかなと思っています。というわけで皆さん、いかがだったでしょうか。みんなもね、このピックアップガチャ逃さずゲットしてくださいね。かなり金かかるけど、やばいね。というわけでゲームプレイヤーヒデでございました。チャンネル登録ぜひお願いします。バイバイ。今日は楽しかったかな。チャンネル登録するとすごい気持ちいいんだぜ。まるでルービックキューブが揃った時みたい。というわけでみんな、チャンネル登録し終わったらチャンネルページのベルマークも押してね。そしたら僕の動画がアップしたら通知がそこに行くから。ゲームプレイヤーヒデでございました。バイバイ。